根頭神社は、千葉県鎌ヶ谷市道の辺にある神社。旧社格は孫社。境内にある掲示板の遺書によれば、創建の年代は不明であるがこの地には、昔から人が住んでいて、藤原左衛門進むが分けあって京の公家を離れ、東国に下校した時に、この地の草分け八賢州と呼ばれる家の一つ、三橋孫六家に叱るべきお墨付きと大輪の神事を、授け、 自らの土地を寄進し、根津神社と称したことに始まるという。本殿は旧千葉県立市販学校のご神営法案殿で、一時は千葉県五国神社の本殿でもあった由緒ある建物という。石碑境内には大正6年、鎌ヶ谷から出生した者の,の帰還を記念する石碑がある。以下はその全文は判別できない文字。 右鎌ヶ谷村あざ道のべく出身者にして明治378年戦役に従軍資格書に転戦し報告人中の義務を歌し何例も外戦帰京するおどく,くる派の変本写真例の過去にもも進行すもとつてここに記念のためとり並みに石碑を貢献するものなり大正6年10月法能人名成果、この石団不評君発動 皆川新造元海軍機関兵軍7頭。皆川菊元、第一師団不評軍8頭。皆川松五郎荒谷野戦砲兵衛軍8頭。皆。川島蔵七々江門野戦砲兵衛軍8頭。小金立花県兵衛多京寄付者。第七師団輸卒双子村軍8頭。石井民蔵八郎左衛門この絵師団輸卒。船橋長軍8頭。大沢義蔵四郎左衛門神社を中心として。 根かしら神社の森が広がっており、鎌ケ谷市の市民の森ともなっている。周辺には、鎌ヶ谷高校、明蓮寺がある。2008年、鎌ケ谷市内の社窓林やあた、春日神社と根かしら神社の森が、千居山百選に指定された。東部の打線鎌ケ谷駅から徒歩15分程度。ありがとうございます。